ベーグルベーグルは日本全国に約40店舗を展開するベーグル専門店チェーンである。株式会社ドリームコーポレーションが運営するベーグル専門店で1997年4月15日に東京都新宿区新宿御園に第1号店を開店した。日本でのベーグル専門店としてはすでに1992年に開店したベーグル系等の先発企業があったが ドリームコーポレーションでは2003年に店舗が32、達し、日本のベーグル専門店として、店舗数第1位になったとしている。ベーグルベーグルの店舗は、2010年現在までは、約70店ほど展開し、JR 東日本グループの後で、エキュート、東京メトロのエチカ、メトロピア等の、いわゆる駅中や、百貨店の、いわゆるデパチカ、 商社系のアウトレットモールなどへの出店が多かった。2016年4月現在では40店舗に減少しているが、実店舗よりも病院売店、社員食堂、スポーツジム、大学生協、正常石井などへの卸売のシェアを広げており、また個人経営その他のカフェ店内に販売コーナー等を設置するファミリー加盟店が十数店舗存在している。2016年3月には、 江坂店、同4月には、ウィング川崎店、9月には、渋谷光エシンクス店が、新規オープンするなど、再び10店舗を増やす動きが見られる。また過去には、日本航空や全日空の機内食やラウンジでも、ベーグルベーグルのベーグルが供されたことがあり、2008年の、東野湖サミットで、日本国政府専用機の機内食として採用された、こともある。 2016年11月、アスラポートダイニングが、ベーグルベーグルを運営する、ドリームコーポレーションの株式を取得すること及び、ドリームコーポレーションが実施する、第三者割当増資の株式を引き受けすることにより、連結し外社化すると発表した。この件により、創業20年目にして、初のフランチャイズ事業に参入するため、2017年1月には、人望町店を閉店し、 改修工事を経て、フランチャイズ加盟店向けトレーニングセンターとして2017年3月より運営開始の予定。2018年7月、株式会社ドリームコーポレーションが、同じく、アスラポートダイニングの連結市会社である、株式会社、モミアンドトイエンターテイメント及び、株式会社フードスタンドインターナショナルを、吸収合併し、株式会社アルテゴに、称号を変更した。 イートイン可能なカフェ店、テイクアウト専門の物販店に分類される、エビス店、商業施設での出店傾向が高い中で、唯一の路面店である、東北、編集関東、編集東海、編集関西、編集中国、編集蒲田駅構内店、グランデュオ蒲田の駅構内にある、関東、編集池袋東部店、エチカ表参道店、 渋谷ヒカリシンクス店東会、編集関西、編集中国、編集ドリームコーポレーションに関するカテゴリー、ありがとうございます。